はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は便秘のタイプに合わせた水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の取り方、取り分け方についてお伝えします。で、この動画をご覧いただくことで便秘のタイプによって違う食物繊維の取り方が分かります。これは理学療法士とファスティングマイスターとしての知識と経験から話せる内容になります。このチャンネルでは健康美容ダイエットに必要な食事とか生活習慣の情報とか、なかなか治らない痛みや症状を改善する方法とか、セルフケアを毎日お伝えしていますので、お見逃しのないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、便秘に合わせた食物繊維の取り方になります。で、前回の動画でですね、食物繊維の持つ効果っていうのは水溶性の食物繊維と不溶性の食物繊維で違って、まあ、どちらもその便秘を改善する効果はあるんですけども、その他にも様々な働きをしていて、例えば大腸がんを防いだりとか、生活習慣を予防したりだとか、あるいは有害物質をデトックスするためにも役にも立っているというふうに、とても様々な働きがあるということをお伝えさせていただきました。で、その2つの食物繊維、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の効果をちょっとおさらいしたいんですけども、まず水溶性の食物繊維は水に溶けて食品の水分を抱え込んでゲル化してゼリーのような状態になる。そして不溶性食物繊維は水に溶けなくて水分を吸収すると膨らむ性質があり、腸壁を刺激して、腸の壁ですね、を刺激して腸の蠕動運動、便を押し出すような蠕動運動ですね、を促進する作用があるということをお伝えしました。で、これらのタイプの違う食物繊維はですね、便秘のタイプに合わせて摂取することで効果的に便秘を解消することができるんです。で、便秘のタイプにはですね、便が硬すぎて出てこないタイプと、食物繊維が少なくて便自体が少ないとか、腸の働きが弱くて便が出てこない便秘タイプがあるんです。この2パターンに分かれるんですね。で、先に便が硬くて便秘になっている便秘タイプからご説明すると、この便秘の場合には水分が足りなくて便がカチコチに硬くなってしまって大腸内をスムーズに移動できないということで便秘になっています。ですから、便が硬い便秘タイプの方はですね、水溶性食物繊維を摂ることで便秘が解消に向かっていきます。で、カチコチの便になってしまって出てこない便に対して、水溶性の食物繊維を摂ることで便が柔らかく、水分が入ってですね、水分が加わって便が柔らかくゼリー状になりますので、スムーズに排便できる性質に変化させることができるんです。また、あるいはですね、お腹がゴロゴロ音はするけれどもなかなか出てこない方とか、コロコロ便とか便秘と下痢を交互に繰り返してしまう方、進学や就職とか結婚など環境の変化をきっかけとして便秘になってしまった方には、水溶性食物繊維が有効になります。で、水溶性食物繊維を多く含む食品としては、まずは昆布とかわかめなどの海藻類があります。そして芋類やこんにゃくなどにも多く含まれていますね。で、また熟した果物にも水溶性食物繊維が多く含まれています。で、あとはですね、そのもち麦とか大麦とか大豆麦にも多く含まれているんですけども、これらはですね、同時にグルテンというタンパク質も含んでいて、で、腸を傷つけてしまうデメリットがありますので、取り方にちょっと注意が必要になりますので、まあ、できればその前にご紹介した海藻類とかね、芋類とか、まあ、こんにゃくとかね、熟した果物とかの方が健康的にはおすすめな取り方になります。で、グルテンにですね、まだご存知ない方は、グルテンのデメリットについて私の過去の動画でご説明していますので、そちらの動画をぜひご覧になってください。下の説明欄に動画のリンクを貼り付けておきますので、そちらから動画をご覧ください。で、次にですね、便の回数が少ないとか、お腹がゴロゴロ言わない、腸が動かないような便秘の方には、不溶性食物繊維がおすすめです。このタイプの便秘の場合には腸の活動性が低下していることが問題になりますので、不溶性食物繊維をたくさん摂ることで便の容積が増えてですね、腸が刺激されることで腸の蠕動運動が促進されて排便しやすくなります。で、不溶性食物繊維を多く含む食品としては、まずは納豆とか味噌とか豆腐などの大豆製品ですね。そして豆類で穀物類、キノコ類とかごぼうなどがあります。で、このようにですね、便秘のタイプ別に食物繊維を取り分けることで便秘解消がしやすくなりますが、まあ、だからといって極端にですね、片方の食物繊維ばっかりを取るっていうのはあまりお勧めできない方法なんですね。で、それぞれ働きが違いますので、どちらも十分に取ることが必要で、その上でより気をつけて取るなら、便秘タイプに合わせた食物繊維、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を取り分けて、よりそっちの方を多めに取るというふうな取り方がベストです。で、食物繊維の取り方が難しいなというふうに思われる方には、孫を優しい食事がおすすめです。で、孫を優しい食事にすることで食物繊維バランスよく十分に摂取できて、なおかつ簡単でとても健康的な方法ですので、この食品は不溶性だからこっちは水溶性だからというふうに考えるよりもとても分かりやすいんですね。
なので孫やすし食事がおすすめなんですけども、もし孫やすし食事まだご存じないという方は、下の説明欄に、私が孫やすしについてお話しした動画のリンクを貼り付けておきますので、そちらから孫やすし食事についての動画をご覧ください。ということで今回は便秘タイプに合わせた食物繊維の取り方についてお伝えさせていただきました。で今回のようにですね、私はこのチャンネルでお話しする情報はあなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、動画をご覧になるだけではなくて、必ず実践してですね、そしてあなたの大切な方にもご紹介してお伝えして、そして一緒に健康になれるように努力するようにしましょう。でもし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するために、どのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アットでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望などを受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。